はい、今日は高田文化公園にしだれ桜を見にやってきました。ちょっと日が当たるまで時間かかりそうなんで、駐車場で待機したいと思います。はい、では駐車場を出て会場に入っていきたいと思います。高田文化公園です。高田文化広場、独特の形の展望台がありますね。この展望台の裏側はちょっと日が当たってきてるかな。でも向こうどうやって行くんだろう。おお、ここ綺麗だな。すごい日が当たってる。こっちの桜はまだつぼみですね。つぼみのやつもある。これは多分上に上がるべきだな。おお、なんか黄色い花も咲いてるね。なんだろうこれ。おお、きれい。すごいね。上の方はすごい日が当たってキラキラしてる。丘から見下ろせるようになってますね。へー、なるほど。あー、日が当たってすっごい綺麗。めっちゃキラキラしてる。鳥がいるな。はい、ちょっとこういうホースとかバリケードとか案内板みたいのが多くてちょっと残念ですね。こういうの整理されてたらもっと綺麗だと思うんですけど、どうしても写真に入っちゃうっていうのは非常に残念です。狭いね。こういう感じなんだ。
お、桜が上から見える。すごい。反対側の展望台に来ました。すごい綺麗。こっち。こっちの方が綺麗かな。こっちの方がおすすめ。綺麗、完全に日が当たった。いいね。じゃ、すごい。すごいね、キラキラしてるな。
しだれ桜撮影してきました。ちょっと全体的に終わりがけで、ちょっと花に勢いはなかったですけど、結構綺麗でしたね。ただバリケードとか、あの青いホースとか、そういうのがすごい無造作に放置されていて、そして最後はあの撮影ポイントの中に駐車場があるみたいで、黒い車が1台入ってきて、ちょっとそれが映り込んでしまうのが残念でした。ちょっとそういうシチュエーションとか環境をもうちょっと整えてくれれば、さらにいいスポットになるんだと思います。そんな感じでした。では終わります。